いらっしゃいませ、つくらぼ TV オープンです。本日のお相手は私ラボットくんですね。今回ね作っていくのはこちら、ボックスさんから発売されてますハイスペックガレージキット、ルースクリティ100分の1スケールですね。こちらを作っていこうと思います。で、前回の動画からね、ちょっと体調とかあとお仕事の都合とかあってね、少しお時間が空いてしまったわけなんですけども、皆さん僕のこと忘れてないでしょうか。今回ね作っていくのは、スクリティね、ちょっと白とか色味とかね、ショーケースに飾るやつとか考えて、ちょっとこいつね作っていこうと思いますんで、最後までよかったら見てってください。はい、それではね、毎度おなじみの表面処理を行っていきます。今回ね、400番のヤスリで600番のヤスリでね、全体をヤスリをかけていって、しっかりとね表面処理を行っていくんですが、それ以外もねパーツのディティール部分だったりの彫り直しとか、この先ねマスキングをする部分とかの、それを想定した部分の彫り直しとか、そういうのをやっていきます。で、今回のこのキット、ハイスペックガレージキットなんですけども、かなりねパーツ分割が、特殊というか、パーツ数も多いですし、かなり細かく分割されてたりするので、そういった部分はねちょっとだけ他のねハイスペックガレージキットに比べると難易度が高いキットかもしれません。ただね普通に作って作れるんで、今からね作ろうかなという方はね、ぜひチャレンジしてみてください。で、このキットの特徴として走行パーツが非常に多いですよね。だからこそ、このしっかりとね各パーツ細かい部分だったりとか、エッジをねかなりシャープにね、するように気をつけながら今回は表面処理を行っています。なので鉄ヤスリとか、部分によってねちょっといろんな種類のヤスリを使いながら細かく表面処理を行っていきます。はい、では次にね、傷とか、欠けてる部分とか、あとね気泡の穴とかが開いてる部分があるので、そういった部分をパテで直していきます。で、この作業する時のね、コツというかポイントなんですけども、ただね小さい穴にね、無理くりねこういう固形物っていうか、粘土があるものをね流し込む際は、あらかじめ穴をねデザインナイフとかで結構広く開けてからパテを流してください。じゃないとね、結局下の方まで入り込まなかったら、ヤスリかけた後また穴出てきちゃったりするので、そういうのに注意するのと、パテをね混ぜる時に、空気をね含ませすぎたりすると、結局このパテ自体にもね気泡ができたりするので、そういった部分を気にしながらやってみてください。ではね、次に洗浄をやっていきます。この部分結構はしょっちゃったりするんですが、今回はね、しっかりお見せしていこうと思います。レジンウォッシュを使って全体をつけ込みます。だいたい30分ぐらいかな。ボックスさんの製品、特に新しいやつとかはね、これするだけでも大丈夫って言われたりするんですけども、念のためね、しっかりとその後ね洗剤を使って洗っていきます。この大量にね液体使ってますが、これ使い回しますんで全然もったいなくないです。ただね、こんな大量にね、容器ないとかだったら袋にね入れたりして、漬け込んでも大丈夫かなとは思います。で、この後に、中性洗剤とねクリームクレンザー、これを1対1でね混ぜたものでしっかりと磨いていきます。さっき言ったみたいにね、ボックス製の商品とかは大丈夫っていう風にね、話とか聞くと思うんですけども、一応念のためね。で、このやっぱこういう部分、洗ったりとか、洗浄したりとかねする一緒か、これに、手抜いちゃうとね、結局後でね自分が後悔しちゃいますんで、こういう細かい作業ほど丁寧にしっかりと奥まで磨いてあげてください。それではね、洗浄も終わったので、次は仮組軸打ちをやっていこうと思います。今回ねこのキット大量にね、これ見てわかるようにネオジム磁石仕込んでるんですが、そのシーンは一切取れてませんでした。取ってたつもりだったんですがね、なので、今回はね、寝てる間に小人さんが作ってくれたとでも思っておいてください。このキット今回ねちょっと立ち姿とかね少し変えたりとか、ヒールバージョンに今回作ってます。なので、そういう部分も含めてね少し加工は入れてます。手の角度とか足のね付け根の部分とか
多少調整は入れてるんですけども、決してね調整入れないで作れないキットっていうわけではないので、そのまま作っていただいても大丈夫です。とりあえず一旦ね仮組と磁石でねパチ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 ね作っていく姿を一旦ご覧ください。はい、で仮組をね行ってる最中なんですけども、まあ一旦ここでお知らせを挟ませていただきます。この度つくるラボでは新しいねイベントをやっていこうと思います。でその内容が基礎から、学べる塗装教室っていうのをやっていきます。でメインはねエアブラシでの塗装になってくるんですけども、講師は私ラボットくんが、全部付きっきりでやらせていただきます。で内容も1回でね終わるような内容ではなくて、全5回に分けて様々な塗装方法だったりとか、まあ、あの下地とか、もう本当に最初の希釈の部分であったりとか、あとはね理屈、そういった部分でねいろいろと、まあ、お伝えできたらいいかなと思うので、ぜひね興味がある方は本当にね参加していただけると嬉しいです。で、まあ、あの1回でねできる人数っていうのも限られてるんですけども、まあ、その人数が多かったらね分けたりするかもしれませんが、第1回は来月の4月の8日第2土曜日にやらせていただきます。で詳しい内容とかはねツイッターとかね、まあ、チラシとかね今出てるようなねチラシとかでも告知させていただきますんで、興味があればぜひお店にね問い合わせてください。ツイッターとかでもね問い合わせていただければお答えさせていただきます。はい、それではもう次はね本塗装の方をやっていこうと思います。で今回ね塗装なんですけども、この機体結構角が多い機体になってくるので、そういった部分をね、まあ、強調したりとか、まあ、あのグラデーションで、まあ、シャドウ部分を作りながら塗っていってます。でイメージは、完成動画ね、カメラのね奥で光に当てながら撮った際に、まあ、3D のね、まあ、CG に見えるぐらい立体感がある、そういう風にイメージしながら塗っています。ただ塗装中はねどうしてもねカメラの補正なんか明るい部分にね結構引っ張られちゃうんで、塗ってる最中には結構そのシャドウ部分とかがね分かりづらいかもしれませんが、まあ、そういった部分を意識しながら塗ってると思ってみてください。あと黄色い部分に関してはね、下地はね今回金から立ち上げてます。金って言ってもねパールゴールド、こちらを、まあ、あの黒地に振って、でその上から黄色を上げてねグラデーション塗装していってますんで、まあ、そういった部分を見ててください。ではねいつも通り機体解説の方もやっていこうと思います。今回作っているのは100分の1スケールハイスペックガレージキット A トールスクリティで、こちらがボックス製の商品になっています。この機体ハスハ連合共和国の悪名高き掃除や警察騎士団スクリティポリディ隊仕様の A トールとなっています。この機体の基礎となる A トールは3大モーターヘッドに数えられ、著名なマイト・ゼビア・コーターが設計した機体である。走行形態や走行色が異なる機体が複数存在するが、特殊な使われ方をするダングラーだとこのスクリティ以外は性能に大きな差はありません。このスクリティとダングラーダに関してはマギー・コーターによって2900年代に作られています。劇中での活躍ですが、魔導対戦時にアルル・フォルティッシモが指揮を取る形でエンゲージ SR-1 とともに登場しています。エイトールとしてはかなり得意な形状をしており、エイトールの特徴とも言うべきラウンドバインダーは装備されておらず、代わりに広角状の装甲が全身を覆っています。またカッパを思わせる円盤状の頭部は3次元スキャナに最適した形でこの形をしています。スクリティ隊に関しては魔導対戦後警察業務を各支隊に移管し、軍司令部直轄の遊撃部隊として行動することとなっています。というわけでね、こんな感じで説明を終わらせていただきます。では引き続きね塗装の方をご覧ください。
というわけでね、トップコート前までの塗装を終了してきました。どうですかね、この部分、この赤い部分もね、ちゃんとマスキングして塗り分けています。でこういった、ここだとね、ちょっとこの陰影加減とかね、グラデーション加減伝わるかな、伝わってほしいところではありますけどね。で、こう塗装するときね、こういうさっきのね、細かい部分とか、まあこういうね、マスキングの塗り分け部分とかでね、やっぱ意識してることといえば、もう直接ね、この見に来ていただく際にね、虫眼鏡で見てでもまあ荒がない、そういったぐらいまでしっかりとね、ピシッと、まあ塗れるようにイメージして頑張ってます。で続いてなんですけども、まあこういった部分にね、ちょっと、まあ、エナメル塗料を使って部分塗装をしていきます。でこういった部分はね、まあ少しはみ出したとしてもね、後で拭き取ればいいんですけども、まあ、極力拭き取る部分が、まあ、少ないようにまあ塗ってってます。まあ結構はみ出しちゃってますけどね。部分塗装も終わったのでね、あとはトップコートをね、拭いてきた状態がこちらになります。まあ綺麗にね、塗れてると自分では思ってるんですけどね。今回ね、まあグラデーション塗装を行ってるんですけども、僕がね、グラデーション塗装するときにね、まあこだわりというかね、イメージしてるのは、はっきりね、すぐに分かるような塗装ではなくて、ほんのりね、なんか色味が違うなとか、影がちょっと際立って見えるな、立体感が見えるな程度の、わがっつりグラデーション塗装してるなとか、そういった風に見えないように塗るのがこだわりですかね。ではね、この後、組み立てを行いながら作業工程をね、遡ってやっていこうと思います。ではね、作業工程の方をやっていきます。まず表面処理なんですけども、今回は400番から600番のヤスリで表面処理を行いました。でそれ以外をディティールのね、彫り直しとかは、タガネやね、デザインナイフを使ってやってます。で今回のキットに関してはエッジ出しの部分はかなりね、気を使って、まあ気にしながら、かなり細かくやっております。続いて洗浄に関しては、まあ、レジンウォッシュで、その後に中性洗剤クレンザーを使ってとにかくよく洗いました。よく洗ってください。で次は軸打ちとネオジム磁石をね、仕込んだりとかして仮組みを行いました。真鍮線とネオジム磁石を使ってね、全体を組み上げています。で今回ね、ネオジム磁石大量にね、仕込んだ手柄は小人さんに譲っております。で全部終わったら次は下地塗装をやっていきます。ティーポのプライマーサーフェイサーで全体をコートしていきます。でサーフェイサーを拭き終わったら、ちょっと細かめなね、ヤスリで全体をね、軽く撫でた後にメイン塗装をやっていきます。まずフレーム部分なんですけども、アルティメットブラックで全体を塗装しています。その後にクリアとエメラルドグリーンパール、ダイヤモンドパールシルバーを混ぜた塗料で全体をふわっとコートしています。でこの拭き加減でね、ちょっとね、まあ箇所によって強くその色が見える部分と、そうじゃない部分っていうのを塗り分けています。なのでふわっと吹いてるところと、ふわーって吹いてるところと、まあそんな感じでね、まあ自分の感覚で吹いてます。で一部のパーツだけパールゴールドで部分塗装を行っています。続いてメイン装甲の塗装をやっていきます。お次にフィニッシャーズのディープイエロー、クレオスサンディーブラウンとフィニッシャーズのピュアホワイトを混ぜた塗料を使ってグラデーション塗装を施していきます。中心部分をね、しっかり発色させつつ、外側にね、まあ、広げていく、うっすら広げていくイメージで塗ってます。ただどんなにね、小さな面であろうと、一つずつ、一面ずつね、角と、まあ、面とっていうのを意識しながら塗っていっています。それが終わったら次にね、ハイライトとしてフィニッシャーズのピュアイエローね、でサンディーブラウンを量を減らして、でピュアホワイトを加えたもの、こちらでさらにグラデーション塗装、さっきと同じようにね、中心部分から塗っていってます。最後にクリアとダイヤモンドパールシルバーを混ぜたもの、クリアのね、比率の方が高くしてますを全体にふわっとかけてメイン装甲は終了です。次にベールの部分なんですけども、まあ黄色以外の部分はね、マスキング後一旦アルティメットブラックで塗って、黒い部分をさらにマスキングした後にガイアのスターブライトゴールド、それにパールゴールドをね、混ぜた塗料で塗っています。
次にスパイドですね、剣の部分ですね、フィニッシャーズの赤金で唾の部分を塗って、で刃の部分に関してはガイアのパールシルバーを下からね吹き上げるような形で全部均一に塗るっていうよりはちょっとね、まあ、ムラがあるような感じでね塗ってます。最後にね、まあ、いろんな部分の、まあ、部分塗装としてマスキングをしてフィニッシャーズのピュアレッドだったりとかエナメル塗料とかね、あとは目の部分に関してはガイアのスターブライトシルバーの上から、クリアレッドとか塗ったりして塗り分けを行いました。最後に仕上げとして全体をクリアコートした後に2000番で軽く当ててます。波立った部分とかね、そういった部分をなくして表面を一旦フラットにした後に半ツヤを3分の2でクリアを3分の1を混ぜたもので全体コートして完成です。で最後は組み立ててネオジムでパチ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 ねつけてあげたら完成でございます。はい、というわけでね、あとはまあ組み立てたら完成でございます。でまあこの後の完成動画はね、再度ね装甲外してまあつけていくとことかもね撮ろうかと思うんで、ぜひ最後までじっくりとね見ててもらえると嬉しいです。はい、でまあ途中でね入れた、まあ告知の方もねぜひぜひ興味がある方はね参加してもらえると本当にね嬉しいです。でまあ今回ねこのキットなんですけども、まあ、ZAP 例のねデカブツの後にね軽い気持ちでね、まあ、手に取ったんですけど、まあまあパーツ多いやんってねなって、まあただねちょっとやっぱりちょっと体調とかのこともあったのでね、ちょっとポツポツ作ってたんで少し時間が経ってしまいました。ただねこの後のねまあ機体とかもまあ何個か決めてますんで、まあそれもねお楽しみにしていただけると幸いです。まあというわけでね、まあ今回のね動画は以上となりますんで、この後の完成動画まで本当にねぜひじっくりと見てってください。では今回ねお相手させていただきましたのは私ラボットくんです。でまあこの動画いいね、あとチャンネル登録、あとツイッターの方とかもねフォローしていただけたりとかねしていただけるとまあ嬉しいです。では今後ともスクラボ TV よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。じゃあね。